最新気象解説です。内藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらは神奈川からいただきましたじゅんさんです。風が心地よいですということで、綺麗な青空ですね。そうですね、ちょっと高積雲とそれから、まあ、山の方には積雲系の雲が浮いてますね。まあ、この程度だったら雨を降らせるようなことはないですけれども、少し、てっぺんのところが尖っていて、若干不安定な空気も入っているかなという感じはします。なるほど。ではその雲の様子、衛星画像で見ていきたいと思います。はい、こちら気象衛星の可視画像の映像です。この時間は北日本と東日本を中心に、見ていきたいと思います。はい、北日本と東日本の方はですね、それほど発達した雲はありません。ただ湿った東風が入っている影響で、関東のところどころ山沿いですとか房総半島の内陸など、そして中部山岳の山沿いですけれども、こういったようなところでも、少しだけ雲が厚みを増して、はい、まあ、といっても雲の高さのてっぺんで見ますと 4,5,000 メートルということになりますので、雷雲までは到底いきません。ただ、にわか雨を降らせるくらいの雲はところどころに現在も出始めている状況となっています。雨の可能性というのもあるんですね。そうですね、今言ったような場所ではお昼過ぎにかけて、まあ、にわか雨の可能性はあります。念のため空読みが必要という状況ですね。このお天気の分布で見ますと、まあ、東日本北日本の方では、まあ、主に山沿いの方で雲が厚みを増す、この一部で、にわか雨の可能性があるという状況ですが、まあ、広いエリアでは晴れて日差しが届くと、はい、空続きそうですね。そうですね、秋空も楽しんでいただきたいと思いますが、一部気をつけてくださいね。また最新の気象解説、最新のお天気などはアプリの方からもご覧いただくことができます。チェックしてください。